はい、プロです。まあ、あの、ちょっと自分もよくわからない。あの、お嫁さんに言ってるので、家の娘は家の子になったんですけど、まあ、彼に聞くと、その別にお家の中にお仏壇があって、まだおばあちゃんもおじいちゃんも健在で、うん、うちはやっぱりおじいちゃん、おばあちゃんが亡くなってるので、うん、まあ、娘はそういった意味でもお仏壇を置きたいって言ったら、それはいいよって言ってくれてて、それで、あの、まあ、ちょっと、この子が寛解、ご自家を受けるときに、うん、あの、ちょっと、行ってていなかったんですよ。はいはい、で、あの、この子の名前でご本尊様いただくことも考えたんですけど、せっかくもお嫁に行ってるので、彼がもしいいよって言ってくれれば、私は彼の名前でご自家、ご本尊様いただいて欲しかったんですね。やっぱり一家の家庭の主として。っていうことで思いを話をしていて、今その、じゃあいつお寺に行こうかっていうような状態ではあるんですけど、まあ本音はもうこっちから一方的に言っただけで、本音はまだ分かってない。いいよって言ったのも何も知らなすぎて、もうどうぞって感じですけど、正直言うとですね、まあ、なんか知っとけばなんか断っとったかもしれないですけど、もちろんまあ自分の母方のじいちゃん家がお寺なんですよね。そう、何宗かも何も分かんないんですけど、母方のおじいちゃん実家です。あ、まあ、何宗かとかも何も知らないんですけど、うん、で、まあ、いろいろ話してもらって、まあ、正直何も入ってきてはないですけど、まあ、こうしたいで、まあ、置いていいっていうことだったので、まあ、どうぞっていう感じなんですけど、まあ、何も知らなすぎて、こう、じゃあ、行きますみたいな感じなんですけど、まあ、まあ、二通りあるね。その何も知らない流れのままそーっと行っちゃったら行っちゃったで、結果オーライになることは分かるわけだ、うん、お母さんもそれを思うからまあ、うん、まあ、だけど結構その何を信じるとかないし、まあ、正直ですよ、もう信じようとも別に思わないんですよね。まあ、なるようになると思うとし、俺は俺やっていうか気持ちなんですけど、だけどまあ一応その話を聞いてみたらっていうことで、今日参加させてもらったんですけど、まあこう、まあちょっとよくわからないとか、まあわからないなって分かろうとしてないだけだよね。分かろうとする心を拒絶してるだけなんだよ。だってこれだけ子供でも分かる話をずっとしてるんだから、まあ、こう話を聞いて、なんかしびれるもんがあれば、興味を持つと思うし、でもまあ正直いいようことがしてもまだ専門用語すぎて、まね、分からんこともいっぱいあるので、まあ確かに専門用語絡んでるけども、そのいわゆる宗教に特に実家ね、お母さんの実家がもし寺だとすると、相当家系的に魔界の命を強く引きずっていく可能性があるってことですよ。それは今出てる出てない関係なくですね、まあ本当言うとそういう目で見ていくと、もう家系的にそういう不幸はあるはずなの、それは特に仏教っていうものは、あの法華経以外のものを伝えてる仏教というものはね、もう相当前の時代からお釈迦様の正当な教えからずれちゃった宗派ですから、そういうものをずっと檀家寺ってない、あの家系的にその僧侶の漱石をずっとやってきてるうちっていうのは、さっきの因縁から言ってね、相当きついものを持ってるんですよね。どこでお寺があるか初めて聞いたけど、本当じゃなかったのか。いや、ね、話しましたよ。お寺って、どこの方に、そして日蓮宗かもよ、その名前は。そうですね、きつい。南無法蓮華経って拝むの、おばあちゃんとか。いや、じいちゃんは、南無法蓮華経でいいよ、まあ、言ったような気がする。毎朝、なんか、なんかお母さんのお父さん、まさか日蓮宗じゃないよね。ちょっと見てみよう。でも日蓮宗だったら、ご本尊、お母さんもご本尊様多分実家には何もないです。お母さんとこないもんね、お仏壇がね。じいちゃん家も仏壇はないけど、仏様が、仏様がご先祖ってことです。どこどこわかんないですけど、じいちゃんのお家がお寺なの。実家です。実家の家がもうお寺なの。ほー、お母さんの実家よね、だって。いや、母ちゃんのじいちゃん家。あ、
母ちゃんのじいちゃん。母ちゃんのお父さんは違うの？は違います。違うの？言ったら自分のじいちゃんの弟が今その寺を継いで、うんうん、あ、じいちゃんついでないで、じいちゃんは、まあ、なんて言います、まあ、なんかあれはお嬢さんに行くし、うん、まあ、工事ごとはね、うん、寺駅って駅名があるけど、これ関係あると？いや、なんも関係ない関係ないかわからんす。でもなんか公民館とかがあるっす、寺の中に。中に、あ、まあ、まあそれはね、あのいわゆる社務所、うん、あの大概神社のところが公民館になったりするから、うん、公民館の放送を前で喋ったら町中にこうあって、あーそう、限界すごいいたずらしたら町中にこう、佐賀のどこ、どっかわからない、急に華やかになった、住所もわかんないんだよ、なかなか、あんまり行かないで、何年も行ってないんで、なんか出た、お母さんのおじいちゃんだもんな、あなたのおじいちゃんじゃないんだもんね、まあ、かなり向こうとか今、うん、最後言ったのがもう小学校の時とか、なるほど、あの、だから直系じゃないんだから、そういう、そんなにきつくはないけどね、まあ、あの今おいくつ？もう22です。ああ、だからね、特にその若いうちっていうのはそんなに問題意識は感じないっていうかさ、人生も若さで、あの若さのパワーで結構乗り切っていけてるからね、22ぐらい、だからまあその間にはね、だから再三言ってるように、うん、結局自分の努力、信念やもう経験値じゃどうしようもない問題って必ず起きてくるよ、うん、こんなん絶対起きない人生なんてありえないから、うん、まあそういう時にさ、まあまあ良かったなってことよ、はい、その、うん、まあ、その時は、うん、あえてなんか別にキリスト教やってみようとかって、うん、思わないで、うん、まあまあじゃあのそういう流れの中のご本尊に手合わせてみるかなっていう、もうその準備は一応整った状況にあるよってことだから、特に今ね、あの、うん、ただ問題、そのまあもっと言えばその今こう言ってもあれだけども、問題が起きる前に実は嫌でも何でも手を少し合わせておくと、うん、その少しでもその起きる原因は浄化できるってことはまあ言えるけど、ただそれ自体をほら信じれる心じゃないからね、だからまあ起きてみてさ、やべえってことが起きたらちょっとやってみたよ、ね、そういうこと起きても正直どうなるか分からんし、そう、ね、俺がこうやったけん、そう、どうなるか分からんね、まあ、別にこういう運命やったのかなみたいな、それはあの耐えられるうちはそう言ってられるんだ、耐えられないとこまで行った時さ、そこまでやってみな、そうだから、どうやってもこうやってもダメっていう、その笑ってシャレで済んでるうちはいいよ、別にそうやって言ってて、やっぱりですね、みんなこう、私たちもそうですけど、独身で一人の時は、うん、まあ、なんとかなるさって思うんですよ、うん、ただやっぱり守らなければいけないものができた時に、うん、今までこれくらいしか痛くなかったものが大きく痛さを感じるじゃないですか、うん、私たちもそこなんですよ、うん、なのでやっぱり、まあ、こういう縁があったからですね、うん、まあ、娘にはご本能様をおうちにご安置するって言ってたから、うん、もうじゃあ私はここからでいいと思ったんですよね、うん、で、あの、みんな理解してできるものじゃない、うん、でもだん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 子供ができ、2人目の子供ができ、お父さんになり、世間とのつながりもこんなはずじゃなかったとか、あ、こんなにいいことがあったとかって今からあっていくじゃないですか、うん、その中で感じていくものがあるかなって私は思っているんですよね、だから本当に守られる限り守られてほしいです、うん、私はやっぱり子供たちなので、うん、もう何もなかった、手を合わせることもなくうまくいったって、うん、それが一番本当は幸せですけど、うん、まあ、私たちがいなくなったらそういうわけにはやっぱりいかないわけですよ、うん、だから自分のことは自分で責任持っていく、その一つのなんていうかな、うちでの小槌としてね、うん、なんかやっぱりこう保たせておきたいなって思って、うん、だから無理やり私はあの、うん、させるつもりはない、お嫁にやった子なのでね、うん、ただやっぱり彼女は私やっぱりこうご本能様に祈ってきたっていうことを知ってるので、うんうん、そこでやっぱりじいちゃんばあちゃんのことも手を合わせていきたいっていう気持ちがあるので、うん、まあ、彼女はご本能様を多分いただくと思うんですけど、うん、まあ、あとはもうここの問題かなって私は思ってて、うんうん、まあ、その話が出た時にできたらもう世帯主なので、うん、名前でいただいてあげてほしいんだってことで、うん、いいよってこう簡単、いいですよって簡単に終わってはいたんですね、なるほど、だけどこのままじゃあ何もあの別に
ごまかすわけでも騙すわけでも私は全くないので、まあなんでお母さんがこうやって言ったのかなって、なんでこの信仰しかないのかなって、宗教ってなんで大事なんだろうかなっていう疑問につながっていってもらえたらいいかなって私は思ってるんです、彼たちは。そうするとこう彼は多分追求していこうとする子なんですよ。嫌顔でもこう言ってるけどめちゃめちゃ根っこ真面目な子なので、なのでなんかそれかそれいうことが私はなんかちょっとこう楽しみなんですね。だからまあ今はちょっとわからないだろうし、正直にわからないって多分言ってるだろうし、いや自分の力でやっていけるそうな気がするって本当に思ってるからそう言ってるんだろうし、だそれはそれで全然頑張れって私は言いたいんですけどね。私も昔はそうでした。娘ちゃんはさ、娘ちゃんはやっぱり家にご本尊様をご安置した方が安心かなっていう気持ちはやっぱあるんだね。安心かなっていうか、やっぱりじいちゃんばあちゃんしかないですね。おじいちゃんおばあじいちゃんばあちゃんが死んどうけ、言ったらこうお墓に行くこともないけん、なかなかと思って、やけんまあなんかこう手合わせるじゃないけど、お先祖様に。じゃあ娘ちゃんというか 嫁ちゃん、どっと多いって言われたけど、娘さんはご安置はしたいということなんね、おおむね。まあそうですね。ああだったらね、まあ、ただ無理くりさ、自分は無理くり世帯主ってこだわらなくてもいいかもね。だからそこで反発が出れば、私もこう、ごめんねって言ったけど、いいよってことだったので、今ちょっと時期が伸ばしてたんだけど。なるほど、はい。まあでも今聞いた雰囲気ではさ、分からなすぎてただ、いいよって言っただけだよって聞いた。そうそうそう。だから、まあ、正直別に、まあ置くなら置いてもいいし、何も、まあ正直ですけど、興味がなさすぎるけん、言ってしまったら、まあ置くなら置いてもいいし、別に僕は信仰宣伝もしても何も変わらないと思ってるんで、分かんないですけど。願主としては無理。信仰心がないから、その人を願主、形として願主にするってことは、仏様を欺くことになる。そういうことなんですね。だから凡夫が考えてそっちの方がいいんじゃないのっていう道理は、時として仏法の目から見た時に通らないこともあるね。だから今確認したのは、まるっきり信仰心がないわけだから、その人を名前上願主にするってことは良くないですね。そしたら、娘さんで本尊様をいただいて、そうで、彼はじゃあ一緒に、一応ご自戒だけは受けるかどうかは、もうご自分自身彼に問うてあげないといけないってことですね。そう、もちろんですよ。分かりました、はい。で、いや俺別にそんな受戒なんてどうしても嫌だよって言えば、それは OK って、そうしないとかね、なのでそういうところも、今日一緒に来てくれればね、自分の中でこう問うことが、彼はできる子だと私は思っているので、いいとか悪いじゃなくて、自分で自分考えられる子なので、なので私はちょっと今日は来てほしかったので、仕事がちょうどねあれだったからよかったなと思って、まあ相当無理強引に聞かないかなと思うんですけどね。話はあれですけど、日練習です。まあそう言われたってさ、俺もそれ空気の上なんですよね。俺のもう